はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2024年がどんな1年なのか、占星術で星の動きをまとめてみました。大まかな流れ、そしてお仕事や社会運、そしてお金のこと、また人間関係や恋愛について、そして最後によりよく生かすためのヒントもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。そして皆さん、今年こそは叶えたい夢があるとか、こうなったらいいなっていう願いをぜひコメント欄にお寄せください。絵馬を描くようにね、書いていただければ、全部叶いますようにと願いながら、全て拝見させていただきます。大前提としてなんですけど、運勢の強弱はね、各星座によってあるんですけれども、一番大事なのは私たちの心、マインドによってこう見える世界や作っていく世界も全く変わりますので、あくまでもこの星の動きを参考に、皆さんの好きなように自由に2024年を作っていってください。何かしらこの動画がお役に立てれば嬉しいです。ではよろしくお願いします。獅子座さんの2024年は、人生を変える出会い、関係性が進展する年です。2024年に起こりやすいこと、2024年の獅子座さんを取り巻く世界は明るくて快活です。1日24時間の中で例えると、お昼の11時から13時ぐらい、豪華なランチを誰かと楽しむのもよし、仕事をしてもよし、昼寝してもよし、さまざまな人が行き交うお昼の時間帯にどのように過ごすかは自由で、のびのびとやりたいと思ったことをできる運勢があるということです。1月から5月末まではドキドキしながら様子を見ていたことも、6月以降は少しゆとりを持って世界や仲間と楽しんでいけるような時間が訪れそうです。社交運が強く、ある意味環境にも恵まれるがゆえの緊張やストレスがあるかもしれませんが、それだけ変わりつつある環境に適応できる力を養える年なんだと思っておいてください。そして他者との関わりもこれまで以上に濃いものになりそうです。特に1対1の人間関係においては、従来の関係性からもうワンランクアップさせて、本音でぶつかり合える深い縁や関係性を築いていけます。もし2023年にこじれてしまった関係があるなら、一時的に距離を置くこともありえますが、これは自分の自己成長や改革のために起こっていることでもあるので、お互いに成長すればまた違う形で巡り合えることもあるでしょう。どのような関係においても、これまでの力学に引きずられることなく、2024年からフレッシュに自分の力を認め、自立して関わっていける人との関係を楽しんでいけるでしょう。新たなパートナーを探している方にとっては、相手に求める理想の条件が変わりそうなので、全くタイプじゃない人とも関わってみることで可能性は未知に開かれていきます。特に1対1の関係性の強弱が強い1年なので、もう大嫌いから大好きに変わる可能性もありますし、他者を通して自分が大きく変化することもありえます。お仕事や社会との関わりについて、仕事においては5月末までチャンスが目白押しです。プロジェクトリーダーに抜擢されたり、ヘッドハンティングなど職場のメンバーもガラッと変わり、自分の力を試されるような機会にも恵まれます。かねてから出していた異動願いがやっと叶えられ、部署移動する可能性もありますね。仕事に携わっていない方も社交運が強いので、新たなつながりによって楽しく刺激的な世界を楽しめる兆しもあります。6月以降はその時に関わっているチームや仲間との関係性が強調され、自分の目的や願望が芽生えてくるでしょう。環境的に恵まれているとはいえ、関わる相手のペースに合わせているとちょっと落ち着きにくいので、お互いの役割をしっかり把握するようにしてください。仕事上での関係では、取引先や先輩と同等の立場として話ができたり、これまではおじけづくような圧の強い人にも自分の意見をちゃんと言えるようになるなど、対人面の強さを自覚するかもしれません。自分が変わるからこそ相手も変わる、または相手が変わるからこそ自分も変わるというように、ウィンウィンの関係で本来の力を発揮していける1年になりそうですね。ただ環境の変化が強い1年ですから、仕事上の契約も突然予想外に変更せざるを得ないことがあるかもしれません。それでも古いものにしがみつくより、新しい可能性が開かれようとしてるとしたら、
何を選ぶかという視点で自分にとってのベストな道を選んでいってください。お金のこと、金銭面においては他者からのサポートを受けにくいとして自力で稼ぐことを促されています。中には転職によって収入が上がるという方もいらっしゃると思いますが、転職しない場合は特に金運が強いわけではありません。ただ社会運や人間関係が濃いので、そのつながりから仕事や収入面へ生かせる可能性は大です。またどちらかというと日常のお金よりも状況変化に伴う一時的な出費がありそうな気配です。人間関係や恋愛について、人間関係や恋愛においてはプライベートよりも社会活動などの関係性の中で人を通して自分の強さを知っていく年です。甘やかな恋愛というよりお互い自立した関係性の方がうまくいくでしょう。長い付き合いの人は今年けじめをつけるようなこともありそうです。運命の人と再会することも起こりそうな、激しくもあり強烈に惹かれ合う恋愛を経験できるかもしれません。何年も付き合っているけれど、どこか距離ができてきた関係が一気に引き寄せられるとか、昔痛手を負って別れた人とまたいい形で再会し、わだかまりを解消するなんてこともあるかもしれません。プライベートな人間関係においては、とにかく吉凶が激しく、腐れ縁を断ち切ったり、逆に電撃婚など衝撃的な出会いで急激に惹かれ合うこともあります。しかし、この関係性の変化というのは、単純に相手に振り回されるようなことではなく、自分の強さを自覚するからこそ生まれる新しい平等な付き合いのレッスンなんです。状況や相手に依存してその中で起こす行動ではなく、自分自身を誰よりも誇りに思い尊い存在として扱った時に本当に必要な関係性へと形を変えていく、そのプロセスを経験しているんです。素直な気持ちでいい関係を作っていってください。2024年を有意義に過ごすためのヒント、1年を通して人間関係が激しくもあり強く縁のある関係を築いていける年です。ただし普段から自分に自信満々の方は、こういった強い運の時は傲慢さが目立ちますので、あえて謙虚に振る舞いましょう。自分の力をあまり信じてなかった方にとっては、本来の強さを出せるチャンスがあるはずなので、こんな時こそ自分を卑下したり過小評価せずに、大胆に世界を股にかける気持ちで人生を謳歌してみてください。そして今を楽しく過ごすこと、肩の力を抜いて周りを見渡せば、自分はちゃんと必要な旅路を進んでると感じ、安心することができるはずです。素晴らしい経験ができる最高の一年になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。